柔道のグランドスラム GS 東京大会に出場する日本代表が1日、東京都内で練習を公開し、女子78キロ級で東京五輪覇者の浜田勝利、自衛隊イコール鹿児島県霧島市出身イコールが2大会連続の代表入りを誓った。大会は23日に東京体育館で開催。同級のほか、パリ五輪の日本代表が内定していない女子63キロ級。 男子60キロ級、同100キロ級の重要な選考材料となる。動画、敬愛の2年生、田中玲奈の15人抜き。開幕を翌日に控え、浜田は得意の寝技などを丁寧に確認しながら最終調整した。しっかりと準備をしてきたので、仕上げていきたい。実績十分ながら、東京五輪後の世界選手権では2年連続5位ともどかしい部分もある。それだけに、 自分の柔道の良い部分と悪い部分を見直してきた、と、得意の攻めと課題に掲げる守りを重点的に強化してきたという。金メダリストとして挑んだパリ選考。東京と気持ちは変わらない、と病状心を強調し、大事な大会に臨む。女子78キロ級は浜田を筆頭に2番手の高山理香三井住友会場イコール宮崎県都城市出身。 元世界女王の梅木真美アルソック、イコール大分県九重町出身イコールと九州勢が三つどもえの構図。過去3度制している GS で決着をつける。山田孝と。